11時になりました。東京マーケットワイド、この時間はゲストを迎えてお送りします。本日東証マザーズから第一部銘柄へ市場変更となりました。証券コード9416株式会社ビジョン代表取締役社長佐野健一さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようございます。東証一部上場おめでとうございます。はい、ありがとうございます。昨年12月にマザーズに上場されて、はい、わずか1年で東証一部上場、はい、ということになりましたが、今のこの1年間いかがでしたでしょうか。そうですね、1年前東証一部行こうと、いうことを決めて、行動しておりましたので、しっかりした、事業成長ですね、やりながら内部体制もしっかり作り、それにふさわしい企業になろうということで頑張ってきました。今日を迎えたということでございますね。おめでとうございます。では改めまして、御社ビジョンの事業の概要をご説明いただけますでしょうか。はい、弊社ビジョンはですね、まず経営理念は世の中の情報通信産業革命に貢献しますということで、人類や社会の進歩発展に貢献していきたいという思いでやっている会社でございます。総勢600人ほどでですね、国内2社、海外連結の子会社が12社ございます。で、主な事業は2つです。1つはグローバル Wi-Fi 事業、日本から世界に行く方々、そして世界から日本に来る方々、そして世界から世界に移動される方、国をまたいで移動される方々にインターネットを使える環境を提供するという事業が1つで、もう1つが情報通信サービス事業です。こちらのちょうど詳細を、ご説明したいと思います。はい、グローバル Wi-Fi 事業、はい、今や売上の、半分以上を占めるようになられた。そうですね、この3クォーターで、超えました。なられましたが、海外旅行に私などもアメリカに先日、3年前になるんですが、行った時にやはり御社の Wi-Fi 使いました。ありがとうございます。グローバル Wi-Fi をこれ成田空港で借りて、そのままアメリカに行ってそこでこう使うという、とても手軽で、通信速度もスカスカできると、便利でしたね。ありがとうございます。それがこのグローバル Wi-Fi 事業、もう世界全体で展開されてるんですね。そうですね、サービス自体は世界200以上の国と地域で、サービスを提供しています。わかりました。では改めまして御社の強みの部分で、そのあたりをじっくり伺うとしまして、業績に関していかがでしょうか。はい、今年はですね、この12月末が決算なんですが、145億6000万という予想で、お出しをしています。売上、で利益に関しては昨年のですね、発表では9億円ということで発表しておりましたが、9月の末に情報修正を出させていただいて12億円を超えてくるという形で非常に順調に成長してきております。これ営業利益12億円、前年対比で 49% 増になりますね。第3四半期11月の頭に出されて10億7000万円、営業利益 59% 増益、大変な伸びを記録されています。そしてこれをセグメント別に2つの事業それぞれに見てまいります。まずこちらは先ほどのグローバル Wi-Fi 事業でございます。売上高に関してはですね、昨年44億から、今年58億というので 31% 増になっております。で、利益はそれ以上に伸びておりまして、4億7900から8億9400と、いうことで 86.7% 増になっております。ここはいくつか要因があるんですが、アウトバウンドのところで認知度が徐々に広がってきている、これは上場させていただいたという効果ももちろんあると思っておりますし、あとは我々の運用オペレーション自体が非常にスムーズになってきている。あと人工知能を使ってですね、コールセンターに入電がどんどん増えていた状態をウェブ上で解決ができるっていう仕組みを導入していることによってのコストを制御できていると。あとは IoT を活用したスマートピックアップというもの、これロッカーなんですが、QR コードをピッとかざすと10秒でグローバル Wi-Fi が受け取れると。空港でですか。はい、空港です。そういった新しいものを、行列になっていましたので、それを解消するということと、これを入れたということはこれ世界中でどこでも入れることができるように、インターネットがあればですね、できるようになりましたので、この辺は非常に大きいのかなと思っています。確かに私も成田空港で行列に並んでそのルーターを受け取った記憶があります。ここでいうアウトバウンドというのが、日本から海外に出かける海外旅行のお客さんに対してルーターを貸し出す、使ってもらう。でインバウンドというのが海外から日本に移る。そうですね、訪日外国人が今ものすごい勢いで押し寄せてきていますが、そういった方々も日本でインターネット困っていますので、海外側で我々が立地したり、もしくは国内の空港カウンターでお貸し出しをしたりということがどんどん今増えている状況です。
海外の業者さんともいらっしゃるんですよね。います。海外でやっぱり日本で展開すると同じような方がいらして、はい、それと競合されているということなんですね。そうですね、そういう形になります。なるほど、はい、まずこれがグローバル Wi-Fi 事業です、はい、そしてもう一つ この情報通信サービス事業です、はいこちら売上高はですね、まあ、昨年と比べて 9.4% 増、そして利益はそれ以上に伸びておりまして 16.8% 増という形になっております。ここは特徴を持った形で我々やっておりまして、まず日本で新しい会社が約10万社できるんですが、そのうちの約1万8000社が私どものお客様になっていただいています。まあ、すなわち6社に1社がですね、会社ができるたびに私どものお客様になっていただけているというところが非常に大きな強みになっておりまして、ただまあ新しい会社さんですので成長しますので、ここは CRM しっかりお客様とリテンション活動をしっかりやって、中長期でお取引をしていくということでですね、我々はその高い金額をお客様からいただかなくてもしっかり収益を上げることができるというロジックになっております。こちらは御社の創業ビジネスと言ってもよろしいんですよね。はい、今はホームページの作成、あるいは検索順位をアップするビジネス、はい、あるいはスマホに対応したホームページを作成したり、はい、法人携帯プランを、まあ、提供したりということですね。はい、10万社のうちの1万8000社が御社に契約されていると、はい、そうですね、6社に1社、はい、まあ、これからスタートアップ企業が増えていきますと、やっぱりその比率で御社のこちらの事業が増えていくということになりますか。そうですね、まあ、もちろん比率でも増えますし、私どもがもうちょっと、そのお客様にですね、しっかりリーチができるというような取り組みをすれば、それ以上に、お客様自体を増やしていくことができるかなと思っています。なるほど、わかりました。今この第三四半期で売上、情報通信サービス事業が大体52億円、はい、そして、グローバル Wi-Fi が58億円という、はい、逆転したということですね。そうですね、はい、続いてこちら徐々に御社の強み特徴ということに入ってまいりますが、はい、まずこちらグローバル Wi-Fi 事業です。はい、国内からのアウトバウンドというところでは非常に順調にですね、レンタル件数を伸ばしています。ここの要因は2つありまして、1つはリピーターが非常に多くいらっしゃってですね、その方々に支えていただいているというのが一つで、もう一つは私ども法人営業がもともと得意な会社ですので、大手法人さん、まあ官庁もしくは自治体さんも含めてですね、海外行くときに専用で使っていただけているというところが伸びている要素の一つ、そしてインバウンドも伸びていて、海外から海外というところは先日ロサンゼルスも出展しましたが、徐々に台湾や韓国でも伸びていますし、海外での展開というのも進んできているというところが強みになってきているのかなと。グローバル展開というところも一つの強みであります。これグラフで見ますと、一番下のこの青い棒グラフがこのアウトバウンド、はい、日本人の方が海外に行った時に使う。そうですね。でこのオレンジのところがインバウンドです。インバウンド、海外から日本に来られた方がルーターを御社のものを使うと、はい、そうですね、はい、こういったルーターになるんですけど、お持ちいただいてますね、はい、これを随分小さくなる、こんな小さいんですね。そうですね、はい、小さくなって電池も持ちが良くなったっていう。あ、はい、そして新たに海外から海外へ。そうですね、はい、この緑色の部分で表示されていると、はい、ここが伸びてますね。そうですね、はい、さらにでなぜそんなに急激に伸びているのかという要因になりますが、はい、まず安いというのが一つ大きくあると思います。インバウンドでも3人でこれ1台使っていただけてますし、日本から海外行くときもシェアリングで、2人3人で使っていただけてる。あと、まあ、提供過酷数が多いとかですね、まあ、海外ではセキュアな環境で普通のフリー Wi-Fi とか比べてですね、セキュアな環境で使えるといったところが選ばれている理由の一つでもあると思います。アメリカだと1日利用すると970円そうですね、はい、ぐらいですね。それを例えば3人家族で行った場合、友達300円ちょっとと、ああそうですね、1人当たりシェアするとそれぐらい安くなる。そうですね、はい、値段的にはやはり業界の中でもかなり低い方になりますか。まあ、そこまでですね、急激に僕らだけがドーンと安いというわけではないですが、まあ、ローミングであったりとかそういうのと比較するともう 80%、90% 安という形になるので、そこはまあ比較にならないかなと思っています。よし、よく通信キャリアさんの iPhone を持っていって、はい、あるいはスマホを持っていって、そこでこう海外で展開することもつながることもできることはできるんですね。できますね、はい、はいはいはい。そして、御社の強みというもう一つございます。情報通信サービス事業の強みということになります。そうですね、先ほど1万8000社というのは説明させていただきましたが、私どもインターネットで集客というのを非常に得意としておりまして、まあ、グローバル Wi-Fi もそうですが、インターネットを見ていただいたお客様が私どもに申し込みをいただいているお客様が非常に多いということでございます。
なので非常にやる気があるというかですね、コスト意識が高いとか成長意欲がある方が私どものお客様になっているということでございます。そして今後の事業展開でございますが、まずはこのグローバル Wi-Fi 事業ですね。そうですね、はい、ここは先ほど申し上げた通り3つの軸で進めていきます、はい、もういいですか、はい、すみません、はい、アウトバウンド、インバウンド、はい、そして海外で展開すると。であとはまあこれからですねメディアの事業ということで発表させていただいてますが、皆さん多分一番注目いただいているのが、はい、翻訳の、ウェラブルデバイスのイリーですね、はい、これはオフラインで使える、翻訳デバイスですので、まあ、これは来春から、スタートします。もちろんグルメの部分であったりとかも海外のホテルやそのレストランを予約するとかですね、そういったところでランゲージの問題というのがあるので、その辺も世界中のグルメが予約できるような会社との業務資本提携というのもやっていますし、我々 の, そのお客様が海外に行って、もしくは海外から日本に来ているお客様が日本にいていつもと同じような感覚で自分たちの行動ができるようになっていくというのを我々がサポートしていくということがこれから大きな柱になっていきますので、そこをしっかりやっていきたいと思います。翻訳デバイスというんですか、はい、イリーとおっしゃられました、はい、どういう字を書きますか。 ILI です、ね、ILI で、はい、イリー、これが来年スタートということ、来年の春のスタート予定です。なるほど、ここがそういうこういうデバイスで、例えば日本語で、あそこのお店に行きたいと言うと英語になる、英語になる、はい、それをこのレンタルでスタートさせる、そうですね、はい、これまた興味深いですね。そうですね、はい、はい、喜んでいただけると思います。これから始まるサービスと、はい、それでは改めまして三社長に、カメラの向こうにいらっしゃいます、はい、投資家の皆様、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、いつも大変お世話になっております。株式会社ビジョンはですね、これからグローバル展開を、どんどん進めていきます。で、東証一部に上場させていただいたということは、世界の投資家の方々から注目いただけるというフィールドに立てたというふうに思っております。我々グローバルサービスですので、まあ、海外 IR も含めてですね、しっかりやりながら世の中の方々に我々をまず知っていただくと、そして知っていただいて次使っていただいてご満足いただいて、この会社いいねとやっぱり言っていただける数がですね、ご評価につながり我々の収益につながっていくというふうに全てが連動しているというふうに思っていますので、我々しっかりですね、その辺自覚して世界中の仲間たちとともにですね、世界に打って出るような会社に育て上げていきたいと思っていますので、今後とも投資家の皆さんにぜひ応援していただきたいと思います。ありがとうございます。株式会社ビジョン佐野健一さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。